かと。あなた。ダメよ。ダメなのよ、ミカト。なぜ戦う術を、地下仲間入り刀武術を身につけているの？あなたには戦いを覚えてほしくなかった。だから私はあなたを。違うの、そうじゃないの。戦う術を覚えてしまったら、あなたも いいのよ、それで。帝は自分で道を選んだんだもん。あなた、これで分かったでしょ。あなたの考えは間違っていた。綺麗事で何ができたのかしら。この場を切り抜けられたのは、帝が剣術を覚えたおかげ。それは事実よ。まさかあなたが帝に？そう、私が教えた。命を守る術を与えるために。そしてナコルル、あなたの目を覚まさせるため。あなたは帝に戦う術を教えるということが何を意味するか分かっているの？もちろん。私たちで終わりにする、そういうことね。果たしてそんなことできるのかしら。それにすでに遅いわ。その時が来てしまったのだから。帝。
違いしないわ。私は魔とは何の関係もない。その名は、羅生人、水木。それは、恐れ山に現れた。約1000年前に捨てられた赤子が、その憎しみの心で、魔と契約したとも言われているけれど、真意は私にもわからない。最初は怨念の塊、形のない存在だった水木は、調伏しようとした口寄せの女の体を取り込み実体化した。それによって水木の力は各地に影響を及ぼし始めた。多くの魔を引き連れ、すざまじい憎しみをあらわにし、水木は全てを滅ぼそうとしている。このままでは、すべては滅びの道をたどる。そうなる前に、水木の力を封じなければならない。大自然を救いたいでしょ。ならば私を受け入れなさい、ナコルル。欠けた存在は、一つにならなければならない。今のままでは、巫女の使命など果たせないわ。私とあなたは一つなんだから。気になるのなら、ナコルルに聞きなさい。ナコルルが私を生み出した、その真実を。その人は、ミカトガレラと呼ぶ人はね、私自身なの。私が捨てた魂のかけら。私の戦いを司る、もう一つの心。天草の魔を封じる戦いの途中、私は自分の過ちに気づいてしまったの。たとえ巫女であろうと、命を奪う権利はないって。でも、私は戦い続けなくてはいけなかった。たくさんの人をこの手で切った。だから、そんな自分が許せなくて、すべてが終わった後で、自分の心を引き裂いたのよ。まだ自分だけいい子でいるつもり？素直に言ったらどうなの？これ以上戦いたくなかった。だから戦う意志を、巫女の使命の汚い部分を、もう一人の自分に押し付けたって。
戦いは憎しみを生み出すだけ。お母様もそう言ってた。その通りよ。だからその憎しみごと切ってしまうしかない。それが巫女の使命なのに。私たちのお母様は間違っていた。戦いの旅に出ながら剣を使わなかった。だから死んだ。私たちを残して。私たちは大自然を守護する巫女。大自然を犯す者は切る。切って切って、そしてここに戻ってこなくてはいけない。次の間に備えて。私を受け入れなさい。そうでなければあなたは戦うことができない。魔を切る力を得られない。私だって大自然やみんなを守りたい。でも戦いたくない。もう誰も傷つけたくないの。まだ言うの？絶望とともに思い知ればいいわ。自分の甘さをね。あなたの行動がどんな事態を生むか、その目で確かめなさい。戻りましょう、ミカト。ナコルル、ナコルル助けてくれよ。イレシパクルの俺の友達がみんな変な病気にかかって死にそうなんだよ。俺たちなんか悪いことしたか？畜生！なあ、ナコルル、巫女だろ？みんなを助けてくれよ。魔物なんか簡単に倒せる力を持ってるんだろ？なんだよ、イレシパクルのみんなが死んだっていいっていいのか？
お前はいいよな、ナコルルに引き取ってもらったから。でも俺にとってはイレシパクルの奴らだけが家族なんだよ。皆さん、心配しないでください。魔は必ず封じます。魔の元凶は分かっています。だから皆さん、どうか落ち着いて。みんなを絶対に守ります。私が、巫女として。お母様のように盾になる。命に変えてでも。味方、私が戦えないことは誰にも言ってはダメよ。怖がってしまうから。